はい、皆さんこんばんは。今回何かし言及させていただきたいかというと、緊迫のウクライナ情勢を語らさせていただきたいと思います。アメリカの政府高官が今週中にもロシア侵攻の可能性を示唆している点、そして、それに対して、ウクライナ、のね、いわゆる、情勢が急速に悪化する可能性があるということ、日本政府がね、退避を呼びかけレベル4に上げて、大使館の職員もね、引き上げるということで、言及させていただきたいと思います。まずそのアメリカの政府高官が今週中もロシア侵攻の可能性ということで、テレ朝ニュースの記事を引用させていただいて、その後解説させていただきます。アメリカ政府の高官は、緊迫度が一層増しているウクライナ情勢をめぐり、今週中にもロシアがウクライナの侵攻を始める可能性があるとの見方を示しました。サリバン大統領補佐官、私たちはその日を完璧に予測することはできないが、ロシアによるウクライナへの大規模な軍事行動が今にも始まる可能性がある。それは今週オリンピックが始まる前も含めということで、バイデン政権で、ね、国家安全保障を担当するサリバン大統領補佐官は13日 CNN の番組に出演し、世界はロシアが攻撃の口実ででっち上げ、潜在的な、ね、軍事行動を始めることに備えるべきだと訴えたということです。ロシアが侵攻に響いた場合は、同盟国とともに断固として対応すると改めて強調し、西欧諸国がこの30年間より強い決意と目的意識を持つことで、最終的にロシアが確実に重大な戦略的代償を負うことになることを警告した。その一方で、我々は外交に取り組み続ける用意があると述べ、ロシア側に対話による緊張感を求めたということです。この件に関してね、私たちはまあウクライナ、前から伝えさせていただいたウクライナ訪問させていただいて、直接自分の足で赴いてですね、目で見て耳で聞いて、情報収集、そして写真と映像を収めてきました。ロシアに関しても行きまして、そして、他の国々ということで、ヨーロッパの国々は全て行きました。旧ソ連の国々であれば、中央アジア以外全ての国ということで、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、モルドバ、ジョージア、アルメニア、アゼルバイジャン、ドニエストロ共和国ということで、その中で、まあいわゆる、まあ、国際情勢ということで、ね、まあ、現地の人々に聞き取り調査をして反論、ロシアに対してどう思うか、進路か反路か、そういったところも聞いてきたわけだけど、ウクライナとしては、ね、まあ、クリミア半島が2014年併合されて、そしてドネツク州、ルガンスク州の、州、30% ほどが取られている状況、占領下に置かれている状況です。その中で、今現在その東部を、制圧しようとロシア軍が、国境地帯に、ね、軍隊を駐留させている。そして、黒海南においては黒海に、大規模な、海軍ですね、海軍の艦隊を、停泊させていて、いつでも上陸できるような状態にあります。そしてベラルーシに、同盟国であるベラルーシに、同じくね、ロシア軍が駐留し、そして西側のドニエストロ共和国、ここにも、ね、駐留しているわけで、私自身がドニエストロ共和国も訪れさせていただいて、まあ、動画でも出させていただいてますけど、すなわちこの現段階で四方をウクライナは囲まれているわけです。ウクライナというと非常に大きな国なんだけど、ロシアと比べたらやっぱ小さいわけです。その中でロシアがまあ今囲んでいる状況でということで、非常に危機的な状況になるのかなって感じはします。私自身が、まあ数年前にですね、ウクライナを訪問した時っていうのは、もちろんクリミア半島を併合された後で、ロシアがいつ侵攻してくるかわからないというのは状況でもありました。ただ今に関してはその緊張度、緊迫度が、さらに増しており、ね、自分が行った時でもすでにね、いわゆるその軍事パレードが毎日も行われており、緊迫の状況になるなって感じはしたんだけど、ここね、今年に入ってからより一層緊迫度が増しているのかなって感じがします。そしてアメリカ政府としては、今週中ということで、今日が2月の14日ですから、2月の20日土曜日ということで、今週中に何らかしらの軍事行動を起こしてくるのではないかとも言われており、これに関してはね、我々は注視していく必要があるのかなって感じがします。アメリカ、バイデン大統領が、ね、電話会談、そして、NATO においては、フランスのマクロン大統領が、ウクライナを、ロシアと、ね、ウクライナを訪れて、それぞれの首脳と会談、そして、ドイツの首相がね、今日かな、ロシア、プーチン大統領、そして明日ウクライナ、ゼレンスキー大統領ということで、それが終わった後ですね、その、交渉以下によって、ロシドイツの、ね、以下によって、
これが決まってくるんじゃないのかなって感じはします。その中でどれだけ、北大西洋条約機構 NATO が動いていくのか、まあ、本来であればウクライナに関しては NATO 北大西洋条約機構に加盟してませんので、ここに参入してくるかって言ったら、なかなか、まあ、参入する、義務というものはないんだけど、コソボ紛争の時はセルビアに対して NATO が空爆を加えて NATO が参加してきました、アメリカもね。その中で、まあ、コソボに関して私も訪れさせていただいた時、 NATO の、軍の、ね、関係者が数多くおり、そしてアメリカのクリントン大統領の、銅像が立っていたのが、ね、思い出されます。これも映像で写真でも収めていますけど、今回はただ相手はロシアですから、なかなか、大規模にというのは、やはり、北大西洋条約機 NATO 側も、ね、かなりちょっと慎重に動いているのではないかなって感じはします。アメリカとともにね、今後どうなっていくのかなって感じはするんだけど、とにかく、ここに関しては、やはり戦争というものはね、人が殺し合うわけだからね、やはり起きない方がいいわけであって、とにかくここは、まあ、外交に取り組み続けるということで、言ってるわけだけど、ロシア側としたらですね、まあ、いわゆる NATO の不拡大ということで、ウクライナが NATO に加盟すること、そして、それを阻止したい。そしてクリミア半島は併合されている中でクリミア半島を併合したくないわけであって、そしてドネツク州、ルガンスク州、その30%ほどは、ロシア系の住民が、占拠していますので、そこを、まあ、制圧していこうとしている。そしてドネツク共和国はロシアへの編入を、ね、訴えかけている中で、今後どういうふうになっていくのかなって感じはします。ということで、またね、情報入り次第ということでお伝えさせていただきたいと思ってます。現地実力の動画もちょっと出していきたいと思ってますので、ぜひともね、チャンネル登録いただいてない方は、チャンネル登録いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。